株式会社平安製作所会長の荒木邦彦です。この度は KCG グループ創立50周年おめでとうございます。先日は盛大な記念式典が挙行されましたこと、心からお喜び申し上げます。京都コンピューター学院は初代学院長長谷川茂雄先生と現学院長長谷川康子先生の時代を見据えた全人教育の理念のもと、日本最初のコンピューター教育機関として創立されたと伺っております。以来順調に発展の道をたどられ、50周年という大きな節目を迎えられました。また2004年に創立されました日本初の ICT 京都情報大学院大学は10周年を迎えられ、定員も創立当初の2倍に成長されていると伺いました。さらに KCG グループの数ある私学の中で、長谷川渉統括理事長のご手腕により、日本屈指の優良な経営状況とお伺いしております。 KCG グループの優秀な講師陣と充実したカリキュラムにより、今後も時代を狙う人材を社会に送り出され、一層その存在を大きなものにしていかれると思っております。50周年本当におめでとうございます。京都コンピューター学院と京都情報大学院大学のますますのご発展を記念申し上げまして、お祝いの言葉にさせていただきます。ありがとうございました。